これは恋愛でもビジネスでも一緒。絶対に振られない方法あるよって。告白しないこと。勝手に与えると人は自然と気になってくれるから。良い結果を出すには良い準備が必要。絶対1年365日あったらガード下がる時あるから。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと今回、番外編。番外編とかないやろ。恋愛、恋愛です。あ、恋愛ね。意外と、水産定数の恋愛ですね。まあでも恋愛とビジネスってさ、結構比例するから、いいと思う。好きな人に、告白ができない。振られたくない。どうしたらいいですか？振られない方法ね。そうですね。ああ、絶対に振られない方法あるよって。あるよ。お告白しないこと。で告白せんかったら振られへん。でもこれビジネスも恋愛も一緒だと思うね。絶対に振られない方法は告白をしない。でもただの告白しないじゃなくて、俺は、まあ、これも言っちゃうと分かんないけど、あまり女の子が見らんといてほしいけど、これを。勝手に好きになっていいですかっていうのは俺は。付き合ってくださいじゃなくて、すいませんと。全然付き合ってるとか、私が言うのおこがましいので、よかったら、好きでいさせてくださいと。勝手に僕があなたのことを好きになっていいですかっていうの。じゃあね、女の子断りようないやん。じゃあそこでさ、言いかける女の子もおるやん。いや、でも私彼氏が、私好きな人が。いや、そんなこと言ってないです。僕勝手に好きなだけなんでって。勝手に好きなんで、勝手に愛させてくださいって。じゃあ女の子ってね、気になりだすから。あのね、やっぱね、小学生の時もあったやろ。好きって言われた人気にならへん。で、好きとか勝手に愛させてほしいって言われて嫌な人おれへん。そうやろ。俺らもそうや。嫌な人おれへん、別に。女の子にさ、そう言われてさ、嫌な人おれへんからさ。まあ俺はいつも言うけど絶対に振られない方がこれだ。まあでもね、これはビジネスの世界でも結構生きてて、例えば先輩のことさ、ご飯誘おうとするやん。ご飯誘いたい。その先輩のこと好きやとするやん。な、ゲイじゃないで。その先輩のことが好き、可愛がってほしいとするやん。じゃあ、普通の後輩ってさ、可愛がってくださいとかさ、先輩ご飯連れてくださいって言うやん。じゃなくて、先輩すいませんと、僕先輩のこと大好きなんで、勝手に先輩のことを応援させていただいていいですかと。勝手に先輩のことを手伝わせてもらっていいですかっていう。あ、すいませんって、ご飯行くとか、可愛がってほしいとか、そういうおこがましいことを言ってるんじゃないです。僕が勝手に好きなんで、勝手に先輩のことを応援させてくださいって。じゃあ嬉しくない？嬉しいですね。後輩にそれ言われたら。可愛がらへん。ちょっと気になりだすやろ。なんかあった時さ、ちょっとさ、あいつ呼ぼうかな、なれへん。それと一緒やん。恋愛も。勝手に好きでさせてもらっていいですかって。告白じゃないですって。勝手に好きなんです。すいませんって。迷惑じゃないですよね。僕勝手に好きなだけなんでって。いうことやと思う。でも告白はしたらあかんで。告白をする。そう。告白をすることによって、相手に選択肢を与えるから。選択肢を与えたら、勝手に好きでいいから。じゃあ向こういつか気になるから。何か彼氏と喧嘩した時、旦那と別れた時、おちょっと寂しい時、一番手に出てくるから。その時に自分やったらよくなる。まあそもそも女の子はね、自分が愛するより愛された方が幸せやから。結論最後はそういうね、男を選ぶと思うから、勝手に好きでいさせてくださいっていうのはね、辻啓太スペシャルで言うと、まあそれを何人にも言うっていう。まあ何でもね、保険が大事だから。過去やね。今はそんなことないけど、まあ若い時はね、それぐらいで言っとったから。まあだから、恋愛でもビジネスでもね、求めたらあかん。付き合ってくださいとか、結婚してくださいとか、先輩ご飯に連れて行ってください、先輩可愛がってくださいって求めてるやろ。求めるんじゃなくて、勝手に与える。勝手に与えると、人は自然と気になってくれるから。小学生とか小学生の時もそうやん。好きな人おったら、ちょっかいかけたやろ。好きな人おったらさ、おちょくったりしたやん、なんかちょちょ。あれって好き好きってアピールしてるわけやん。じゃあちょっと向こうも気になってくれない。だから勝手に好きでいさせてもらっていいですかっていうことが近道だと思います。ツイルはストレートよりもジャブ。そうやな。ストレートはなかなか打たずに、ジャブ打ってジャブ打って距離感測っていけると思ったらストレート打ったらいいよ。絶対1年365日やったらガード下がる時あるから、そこでストレート打つ準備だけしとく。一発で倒せるパンチ力だけ鍛えておけばいい。これは恋愛でもビジネスでも一緒。必ずチャンスはやってくるから。流れってあるしな、ね、リズムもあるから、必ずどっかでチャンスあるから、その時のチャンスにどう控えるか。良い結果を出すには良い準備が必要。まあビジネスも恋愛でもね、これは比例すると思うから、まあ、絶対に振られない方法、これは男性にも女性にもです。求めないこと。なんで、勝手に好きでいていいですか？勝手に愛させてもらっていいですか？勝手に先輩のことを応援させてもらっていいですか？これが唯一振られない。絶対に振られない方法だと僕は思います。振られない、なおかつジャブは当たってます。なんであとはそのタイミングを間違わないことだと思うんで、ぜひ好きな子がいたら、好きな先輩がいたら、勝手に好きでいいなっていいですか、勝手に
応援させてもらっていいですかって伝えることが一番いいかなって思います。じゃあ今日は沖縄なんで、ちょっと今からゆっくりしたいと思うんで、ここら辺で以上です。